丁例は、中華民国、中華人民共和国の女性小説家、政治家、中国共産党にも所属した、左翼系の小説家として知られ、女性運動にも幅広く従事した。丁例は、筆明で、本名は昭威、字は氷の。没落した地主の家庭に生まれる。1918年夏、桃源県立第二女子市販学校科に入学し、翌年秋に、 調査集南女子中学に転入した。1921年秋には、さらに、調査竹雲中学に転入している。その翌年に、上海平民女子学校に進学し、1923年には、私立上海大学中国文学系に入学した。後に、北京に移り、詩人の小ヒ品と同棲、自身も小説を書き始めた。1927年末に、 定例自身としては2作目の小説で女性の性と苦悩を描いたソフィ女子の日記を発表した。1929年、陳十分らと人間、月刊、紅黒といった雑誌を創刊している。1930年、中国左翼作家連盟に加入した。翌1931年2月、パートナーの小野品が国民政府当局に殺害される悲運にも会うも9月、 月間、北斗の主編となるなど活動を継続している。1932年3月、定例は正式に共産党に加入した。1935年5月、南京において国民政府当局に逮捕され、しばらく収監されてしまう。翌1936年8月、釈放されて先制省保安権で調整中の公軍に合流したが、 この習慣の経緯のため、帝は天候と出産にかかる疑惑に生涯悩まされることになる。公軍に合流後、政、我らと中国文芸協会を組織し、帝が主任となった。1937年2月、延安に到着し、中国公の公軍中央経営団、政治部副主任に任ぜられている。同年3月、2万5千里朝世紀の編集作業にも参加する。 7月には、ご慶所と、戦地副務団を組織し、翌月、帝は、西北戦地副務団主任に任せられた。1939年、戦艦令編区文芸協会副主任に任せられた。1941年5月、解放日報文芸副官主編となっている。日中戦争期間中の帝令は、常日の国民政府に就慣された自身の体験を織り込み、 社会動乱の中で本来は自身の責任でない罪を負った女性たちを描いたと江上幸子は表している。しかし定はこれら女性たちが球断されることのない社会の実現を絶望したにもかかわらず、そのような女性たちの存在を恥とみなす上層部により、この時期の作品はかえって反共産党の独走と批判されることにもなった。 戦後の1946年7月、懐来県、四科県で土地改革の指導にあたる。1948年、代表作、太陽は、桑から川を照らすを発表した。同年11月、ブダペストで開催された、世界民主婦女連合会、第2回代表大会に、中国代表として出席し、理事会執行委員に選出されている。 1949年7月、第1回文大会に出席し、大会主席に任せられ、さらに、中華全国文学芸術会連合会の全国、委員、常務委員に選出された。9月、中国人民、政治協商会議全国委員会代表に選ばれ、文芸法の主編にも就任している。中華人民共和国建国後の1950年12月、定例は、 中共中央宣伝部文芸書所長に任ぜられ、翌年1月には文化部中央文学研究所主任となった。1954年8月、第一期全国人民代表大会代表に三島賞から選出されている。しかし1955年12月、蝶と陳拓らみが住みは、毛沢東から批判され、半島集団の闘目と断じられてしまった。 1957年9月には、反右派運動の一環で、右派と先せられ、共産党を除籍されてしまう。翌年2月、帝は、すべての公職から罷免され、国流交渉湯原県の農場に加放されてしまった。文化大革命後の1978年に、帝令は、右派指定を解除され、また名誉回復と共産党復党も果たした。以後、文連全国委員。 中国作家協会副主席、アモイ大学名誉教授、政治協商会議全国委員会常務委員などを歴任している。しかし、帝は裁判年の改装録に至るまで中国、文芸界のあり方に疑問を投げかけ、当局の不況を買ったとされる。1986年3月4日、北京市にて死去。去年83。ありがとうございます。